こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではダウン1着を使ってとことんですねコーディネートのバリエーションを皆さんにお見せしてみたいなというふうに思っています。今撮影しているのは1月の初旬なんですが、最近はめちゃくちゃ寒いんですね。そうなると冬のアウターとして代表的なのはダウンなのかロングコートなのか、この2択かなと思うんですが、やっぱりついついダウンの方に手が伸びてしまうかなと思うんですね。まあ見ていただいている方もきっと同じかなと思うんですが、ただダウンというアイテムはかなりカジュアルで、失敗すると着膨れして見えたりだとか、カジュアルで子供っぽく見えたりするので、意外と使いこなすのが難しいアイテムなんですね。そんなダウンを使いながらですね、今回はなるべく多くのコーディネートをですね、皆さんに着回し術としてお見せをしてみたいなというふうに思っています。ちなみに皆さんもそうかなと思うんですが、ダウンって何着も所有しているようなものではなくて、代表的な1着があって、それをですね、どう使い回すのか、これが重要になるかなと思ってるんですね。まあ、今回僕が使ってみたいのはですね、一番ベーシックなものです。ブラックのシンプルなこちらグリーンレベルの今季のダウンなんですが、こちらを使いながら内側に着るものを変えたりだとか、あとはボトムスを変えたりしながら、なるべくですね、大人の男性が素敵に見えるようなスタイル、そしてなおかつですね、再現性の高いスタイルをお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的にダウンの着回し術ということで、様々なスタイルを皆さんにお見せしていきたいなと思ってるんですが、その前にですね、それぞれのアイテム、どんなものを使えば、なるべく簡単に時短でファッションが構成できるのか、このあたりを解説したいなと思ってるんですが、まずはダウン自体はですね、先ほどもちょっと触れましたが、ブラックのなるべくシンプルなもので、変な光沢感がないものですね、このあたりを揃えると、まず間違いがないかなと思っています。今僕が着てるのは今季のグリーンレーベルのですね、ダウンになってるんですが、着丈の長さが少し長めになっていて、大人っぽい仕上がりになってるんですね。まあ、個人的にこのダウンというのが今季の中ではですね、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。ただもうちょっと予算を抑えたい方は、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションのダウンでもいいかなと思いますし、まあ皆さんの手持ちのブラック系のダウンであれば間違いがないかなと思うんですが、なるべくシンプルなダウンを選んだ方が着回しがしやすいんですよね。このあたりは理解していただければなというふうに思ってます。あとはですね、ボトムスを見ていただきたいんですね。まあボトムスにも様々な選択肢があるんですが、今回使うのはあえて2本だけにしたいと思っています。ボトムスにそんなバリエーションがなくても、トップスを変えれば結構様々なコーディネートが作りやすいんですね。しかもボトムスって大人の男性に似合うものっていうのを考えると結構数が絞られるかなと思っていまして、僕が今回ご用意しているのはですね、ブラックとグレーのスラックス調のアイテム。まあ言ってしまえばですね、腰の部分にゴムが入っているようなイージーパンツ調のものですね。例えばこちら、グレー系のパンツ。これは使い勝手がいいんですね。今僕が持ってるのは、これまたグリーンレーベルのもので、ヘリンボーン柄のもので、色はですね、チャコールグレー。グレーの中でも濃いものですね。こういったパンツ、スラックスのように見えますが、腰周りにはですね、ゴムが入っていてリラックス感があるもの。まあこういったチャコールグレーでもいいと思いますし、今僕が履いてるのはもうちょっと明るさのあるものですね。ミディアムグレーぐらいのものになっていまして、これまた使いやすいです。これはユナイテッド東京でもう本当に2、3年ぐらい前に買ったものなんですが、これまた使い勝手がいいんですね。グレー系のスラックス調のイージーパンツ。これがまずは鉄板アイテムなんですね。そしてもう一つは僕が動画の中で散々お伝えしているブラック系のパンツですね。これまたですね、まあもう定番中の定番、ユニコのスマートアンクルパンツですね。まあこのあたりのスラックスで、綺麗めな感じを出してあげるとダウンには相性がいいんですね。もちろんブルージーンズとかも合わなくはないんですけども、どうしてもですね、カジュアルに見えがちだったりするのと、あとは今のトレンド感というところだと、やはりデニム系よりもこういったスラックス系の方が旬な雰囲気も程よく漂いますし、大人の男性には似合いやすいので、この2つのボトムスがあると、まず間違いがないのかなというふうに思っています。そして靴に関してはですね、今回2足用意してまして、ここもある程度固定したいなと思っています。まずはですね、まあもう僕の動画の中ではおなじみの白系のスニーカーですね。まあレザーのスニーカー、もしくはレザー調のものでもいいかなと思ってるんですが、今回はスーパースターですね。これを持ってきました。まあ概要欄にもリンク貼っておきますが、お持ちの白レザースニーカーだとか、あとはですね、ジャーマントレーナーとかでもいいかなと思います。秋冬の着こなしの中でパッと明るさを出すには、
こういった白系のレザースニーカーが間違いがないかなと思うので、これが一つマストアイテムとして挙げたいと思います。そしてもう一種類あるのが、今僕が履いているようなグレーのですね、ニューバランス系のスニーカーですね。これまた去年からだいぶ人気が高まっているアイテムで、まあこう着こなしの中にですね、程よくカジュアル感を取り入れることもできますし、あとは旬な雰囲気も感じられるので、グレー系のニューバランス、例えば996とかでもいいので、そういったものと合わせてもらうと間違いがないかなというふうに思っています。まあこのような形でダウンはなるべくシンプルなブラックのもの、そしてボトムスはブラックとグレー系のスラック調のもの、そして靴に関しては白とグレーのスニーカーを持っておけば、あとは内側を変えるだけで着こなしのバリエーションめちゃくちゃ出せますので、そのあたりをまずは頭の片隅に置いていただければなと思っています。その上でまず一つ目のコーディネートなんですが、王道中の王道、これはですね、全男性にまずは試してもらいたいなと思うぐらいの癖のないスタイルなんですが、ダウンの内側には白系のですね、これはロンティーなんですね。ワッフルロンティー、これもね、今から2年ぐらい前に買ったグローバルワークのワッフルロンティーで、まあ、定番アイテムですね。まあ、ロンティーといえども結構厚みがあるので、ほぼニットのように見えるかなと思います。ですので白ニットで間違いがないと思うので、ユニクロのミラノリブのニットとか、新作だと結構白とかライトグレーっぽいものがあるので、そういったものを使っていただければなと思います。内側に差し色のようなパキッとした明るい色を持ってくると、すごくですね、冬の着こなしの中でも明るさを取り込むことができるので、ぜひトライをしていただきたいと思っています。で、ボトムスに関してはブラックでもいいんですが、今回はミディアムグレーのスラックスを合わせました。まあ、このボトムスに関しては意外と選ぶのが難しいので、いくつか概要欄にリンクを貼っておくんですが、今回の着こなしにおいてはブラックとホワイトとグレーということで、もうモノトーンだけで揃えているんですね。こうすれば大人っぽくてすごくですね、再現性の高いスタイルができるかなと思うので、ぜひグレー系のパンツで合わせていただければなと思っています。で、足元に関しては今回はライトグレーのニューバランスですね、まあ、こちらがミディアムグレーで、ソックスがホワイトで、足元がニューバランスのライトグレーという形で、ちょっと色のつながりとして自然な形に収めるようにしました。このようなスタイルだとすごく簡単で再現性が高いので、まず一つ目のコーディネートとして参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、これまた簡単なんですね。先ほどはホワイトのですね、ロンティーを合わせたんですが、今度はですね、内側にベージュ系のニットを合わせてみました。まあ、白だとですね、爽やかな雰囲気を出すことができるんですが、ベージュだと秋風らしいですね、柔らかみのあるような見え方になるので、僕はですね、結構ベージュ系のニットもすごく好きなんですね。今着てるものは、以前ですね、こちらのチャンネルでも解説をしました、無印良品の今季のですね、ニットなんですが、これがですね、なかなか着心地がいいですし、ベージュの色合いもすごく良かったので、個人的にもすごく使っているアイテムなんですね。このニットを主役としながら、内側にはですね、ちょっとだけ見えてますが、白 T を着ています。襟元からちょっとだけこの白が見えたりだとか、裾からもですね、少し見えると、ちょっとだけ軽快な雰囲気だとか、あとはレイヤードを楽しめるかなと思うので、ぜひこういった着こなしもトライをしていただければなと思ってます。で、ボトムスに関しては先ほどと同じですね。グレー系のスラックスを合わせています。結構ですね、こういったベージュ系とグレーというのも相性がいいんですね。ですので、この2つの組み合わせも試していただきたいと思います。で、足元に関しては今回は白系のレザースニーカーを合わせて、少しですね、軽快さを出すようにしています。ニットの色味を変えるだけで、だいぶ印象が変わるかなと思うので、白系とベージュ系、それぞれ用意しておくとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、続いて3つ目の着こなしなんですが、今度もですね、ニットを使った着こなしではあるんですが、先ほどまでとは違って、ニットの内側にですね、白のスタンドカラーシャツを入れているんですね。これはユニクロのものなんですが、襟元だとか裾からこういった白が見えることで、少しですね、爽やかな印象になるのと、レイヤードを楽しむことができるので、まあ、ニットの着こなしとしては、なるべくシンプルに見せるような方法と、シャツとの重ね着のスタイル、この2つがあるということを、ぜひ皆さん理解をしていただければなと思っています。まあ、ニットはですね、ちょっとこう厚みがある、ローゲージのですね、ニットなんですね。今季のユニクロのものなんですが、このダークグリーンがですね、非常に良い色なので、着こなしの差し色として使うのもすごくいいんじゃないのかなというふうに思っています。あとはニットの編み方にも特徴があって、先ほどまでのものはそこまで主張の強いような編み方ではないんですが、
今僕が着ているものはですね、アランニットと呼ばれるような少しこう編み方に特徴があるものなんですね。まあ、こういったものを取り入れることで着こなしのアクセントにもなるので、まあ、様々なニットを揃えておくとすごく便利かなと思います。まあ、ダウン自体は結構単価が高いですが、ニット自体はしっかりと選べばですね、そこまで高くなく揃えることができるんですね。まあ、先ほどご紹介したグローバルワークのものだとか、無印良品のものだとか、こちらもユニクロなので、それぞれですね、3、4000円ぐらいで買うことができるかなと思うので、ぜひニットに関してはですね、ダウンの内側としてめちゃくちゃ活用できるので、少なくとも2、3パターンぐらい用意しておくと便利かなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては今度はブラックのスラックスを合わせています。まあ、ニット自体がですね、結構色味が綺麗なのと、あとは重ね着をしてあるので、あまり主張を強くするのではなくて、ブラックでシャープにまとめるとバランスがいいかなと思います。そしてスニーカーに関しては今度は白ですね。まあ、この襟元から覗いている白とリンクをさせてあげるという意味で、白系のスニーカーが相性がいいかなと思うので、ぜひこのスタイルも簡単なのでトライをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のですね、コーディネートなんですが、先ほどまではニットの着こなしが3回続いたかなと思うんですが、今度は内側に着るものをニットからシャツに変えてみたんですね。これまた王道でちょっと雰囲気がガライと変えられるので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいんですが、僕が今内側に着ているのはストライプのですね、バンドカラーシャツになるんですね。まあ、シャツもですね、結構ダウンとの相性が良いので、僕自身はよく合わせているんですね。まあ、ダウン自体が結構あったかいので、内側はそんなに着込まなくても僕は十分かなと思うので、たまにはこういったシャツのスタイルも皆さんにはトライをしていただきたいなと思ってます。ただシャツにもいろんなバリエーションがあるんですが、シンプルな白シャツもいいんですが、ちょっと個人的にはシンプルすぎるかなと思うんですね。綺麗めな印象のシャツを選ぶのであれば、あえて僕はですね、少しストライプ柄ぐらいのカジュアルさがあってもいいのかなというふうに思っています。僕が今着ているのは僕のブランド、ソーのですね、ストライプのバンドカラーシャツなんですが、このようなブルーを基調としたストライプシャツは意外とダウンとの相性も良かったりしますし、着るだけでシャープで綺麗めな印象というのも漂いやすいので、ぜひですね、ダウンの着こなしの一つの参考として皆さんもですね、覚えておいていただければなと思っています。で、ボトムスに関しては正直どちらでも合います。ブラックのスラックスでも合いますし、今僕が履いているようなグレー系のスラックスでも合います。ここら辺は好みによって分けていただくといいかなと思うんですが、まあブラックのスラックスを合わせるよりはグレーの方が少し明るさが出ますし、カジュアルさとか親しみやすさも出るかなと思うので、今回はこちらを合わせてみました。そして足元に関してはグレーのニューバランスのスニーカーを合わせています。まあ、ストライプのシャツ自体が少し綺麗めな印象も漂うので、スニーカーに関しては少しカジュアルなものを持ってきてもバランスが取れるかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思ってます。ただスニーカーも正直白のレザースニーカーでもいいかなと思うので、まあ、大切なのはアイテム選びなんですよね。コーディネート云々の前にアイテム選びが失敗してしまうと、どう工夫しても素敵に収まらないんですが、今回ご紹介したようなシンプルなダウンだとか、あとは丸首のニット、あとはシャツ、そして黒パンツとかグレーパンツがあれば、あとはどのように組んでもそこまで失敗しないので、まあ、ぜひですね、このアイテム選びの段階というのも大事にしていただきたいなと思ってます。まあ、今回ご紹介したアイテムは先ほどもお伝えしましたが、概要欄にですね、いくつか参考商品としてリンクを載せておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目の着こなしなんですが、これはですね、かなり癖のあるスタイルかなと思うんですが、ダウンの下に着ているのは G ジャンですね。まあこれ自体がアウターなんですけども、短い丈のアウターの上に、ちょっと長めのアウターを羽織るというスタイルというのは、結構ですね、中級者以上の方がやるようなコーディネートなんですね。まあよくやるのが、こういった G ジャンの上にロングコートみたいな合わせ方なんですが、それをですね、このようなちょっと丈の長いダウンと合わせるというのも、意外とですね、ハマりが良かったりするので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いておく程度でいいので、知っておいていただければなというふうに思っています。まあ、このようなスタイルの良さというのは、このダウンを脱いだ時にも着こなしが一つ完成しているので、結構楽だったりするんですね。そして意外性もあったりするので、マンネリ化してきたダウンのスタイルを楽しむには、一つの手段としてはいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、ボトムスに関してはですね、今度はちょっとユニクロのスマートアンクルパンツよりは太めのものを合わせてるんですね。意外とダウンっていうものに対して、ゆったりめのシルエットのパンツも相性は悪くないんですね。あまり初級者向けではないかなと思うんですが、ダウン自体のボリュームも最近は結構大きめのものも出てきてますし、あえてダウンというですね、やぼったいものに対して、ボトムスも太めのものを合わせるというスタイルも
ちょっとトレンド感がある着こなしとして出てきてはいるんですね。ですので、人との違いを出したいだとか、トレンド感を楽しみたいという方は、ボトムス少しゆったりめに振ってあげたいだとか、あとはダウン自体も少しボリューム感があるものを選ぶのもいいかなと思うので、まあ5つ目のスタイルとして頭の片隅程度にですね、置いといていただければなと思っています。まあ、ちなみにですね、トレンド感のある着こなしとしては、こういったニューバランスが相性がいいかなと思うので、ややゆったりめのシルエットのボトムスと、あとはグレーのこういったニューバランスの組み合わせも、ぜひ皆さんトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、一着のダウンを使って、大人の着回し術ということで、皆さんに具体的なコーディネートをたくさん解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあダウンというのはやっぱり重量なので、それなりに単価が高くなるんですね。ですのでダウン自体のバリエーションをたくさん揃えるというのはなかなか現実的ではないかなと思うんですね。一方で内側に着るものだとか、あとはボトムスというのはそこまで単価がダウンと比べると高くないので、こういったもののバリエーションを増やすことでかなりですね、一着のダウンでも様々な着こなしができるということが皆さんにも分かっていただけたかなというふうに思っています。まあ、今回ご紹介させていただいた中で皆さんの気に入ったスタイル、ぜひですね、3、4パターンぐらいあれば結構休日の着こなしとしては十分かなと思いますので、ぜひ鏡の前で皆さん今日のコーディネートを試していただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルではですね、大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、ぜひ皆さんよかったらですね、コメント欄に感想だとか、こういった着こなし方もいいですよというようなアドバイスですとか、どしどし書き込んでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。